レインボースネークヘッドは、鈴木目、台湾道場下に分類される魚の一種。小種名のブレハリーは、発見者の兵庫ブレイヤー氏に、懸命されたものである。全長は、最大で20センチメートル程度の小型の、スネークヘッドである。オレンジの縁取りのあるヒレや、光沢のある緑色と赤色のブチ模様で、構成される体表など色彩が鮮やかな種で、 レインボースネークヘッドという通称はその色彩に由来する。本種に似たミキサイ種にニューレインボースネークヘッドと呼ばれるものがおり、そちらはヒレのオレンジ色の部分が少なく背びれが全体的に青色を帯びるという違いがある。ブラマプトラ側の固有種で模式産地はインドのアッサム州北東部のデーブルガールである。繁殖形態はドワーフスネークヘッドに禁煙なグループの 小型スネークヘッドの中では唯一のバブルネストビルダーである。成熟した雌雄でつがいを作り、孵化した稚魚の世話をする。ペットとしてアクアリウムで飼育される。1991年とスネークヘッドとしては比較的最近になって発見された種であるが、小型で美しい色彩を持った本種は、スネークヘッドの中でも高い人気を得ている。 10センチメートル程度の若菜が複数同じ水槽で販売されることが多いが成長すると排他的な性質が強く現れるため他の魚との同居にはリスクを伴う。ありがとうございます。